10番462ヤード左は OB、右は池なんで結構狭いけど、アゲンストで セーフ危ねえ。オッケー。ちょっと210あって、アゲンストです。5番やんで、フライヤー目指して。まあ17、8メートルぐらいの下りフック、うわー、なんで今日入んないの。もうはい、どうも、パーなんか146だけど、今測ったら116しかないんで、打ち下ろす多分10ヤードぐらい。でもかなり上げてるんで50度で。見てください、アミューダ芝のラフって中が空洞なんですよね。結構ね難しいんだよねこれ。あ、うまいわ。オッケー、でもテルキだったらそこの斜面に当たるね。いいんじゃない、ハーブ左かもしんない。73ヤード打ち上げ、苗がちょっと悪いですね。ちょっと沈んでるんで、高めのボールで。あ、いいんじゃないこれ、めちゃくちゃいい、うまく上げられた。これはもう1メートルぐらいなんですけど、残りのフック、ここら辺フックのちょっと外したところを狙っていきたいと思います。よし、バーディー。ドロー系のボールで、ここは。多分いい、良さげ。俺の2打目がここですね。
49の下りなんで、ピッチングで少しフォローで軽く打ちます。まずまず4メートル上りのフック。フックしないし弱い。ああ。はい。フェードでいきます。落とした。まあ、大丈夫っし46ヤードのちょっと打ち上げで、多分ちょっと沈んでるんでフライヤー計算してピッチングで、うわすんげえ食われたラフに。超えろ、超えた、 OK。 何がどうなってるのか分かんないんですけど、池入りそうじゃない？そしたら大丈夫。もうバーミューダ特急の中にすっぽり埋まるっていう。遠く割れた、肩に響く。これ58ヤード60度で、行きたいと思います。バンカーが手前なんで、いいんじゃない、いいんじゃない、これいいんじゃないですか。スプーンがかかりすぎた。これはなんで最後右に曲がった、マジ意味わかんない、あんま左打つだな。
じゃない、完璧じゃないかな、完璧でしょ。225ヤード打ち上げ、右からアゲンストだ。よし、UT 受け出します。フェード気味で、俺のボールは、まあ、当たりすごい悪かったですけど、なんとかグリーン右端に乗せることができました。2オン成功です。もうかなり難しいです。相当なフック打たないと。マジか、これはむずいわ。イーブンパーでした。今日はお疲れ様でした。